今週の背景映像は、天王寺で乗り換えて JR 難波まで行きます。来週は折り返します。こんにちは、関西クロスニュースです。今週は、ご覧の内容でお送りいたします。はじめに、プレスリリース情報です。近鉄、火の鳥、運行開始1周年記念キャンペーンを実施。3月14日に運転開始から1周年を迎える火の鳥を記念して、キャンペーンが実施されます。一つ目のキャンペーンは3月12日から6月30日までの間に、大阪、名古屋間の往復で特急に乗車した人を対象に、ホテルペア宿泊券や旅行券2万円分、火の鳥グッズなどが当たります。応募はキャンペーンサイトに、特急券の画像を添付して、応募するだけです。二つ目は記念グッズです。近鉄百貨店ネットショップや火の鳥の車内ショップなどで発売されます。どれも限定1000個ほどになります。3つ目は記念乗車券と特急券です。専用申し込みフォームから先着合計1400人までの受付です。また、有名 YouTuber の人が車内紹介動画を公式配信されるようです。その動画内にてウェブクーポンが配信されるようです。当時撮影会については、詳しくは次のトピックスで。近鉄、特急、12200系車両の引退記念乗車券、グッズを発売。2月21日に定期運用を終了した新スナックカーを記念して記念乗車券と、ピンバッジセット、メタルキーホルダーの発売と、火の鳥とアーバンライナーネクストととの撮影会が実施されます。撮影会ツアーは5月15日と、6月5日に青山庁舎湖で行われます。紀州鉄道、2021年3月、ダイヤ改正。JR のダイヤ改正に合わせて、紀州鉄道でもダイヤ改正が行われます。基本的には同じダイヤですが、今回の改正で最終電車となる、西御坊、20時27分発と、御坊、20時38分発の1往復がなくなり、最終電車は約30分繰り上げとなりますので、ご注意ください。京阪、大津線西郡車庫での電車運転体験。関西エリアでは和歌山電鉄、水間鉄道、大見鉄道に続き、電車運転体験ができるのは4カ所目です。大津線西郡車庫では4月17日10時から11時30分までの間に実施されます。参加できるのは6名までで、小学生の場合は保護者も2名まで付き添えます。南海バス停留所名称の変更について、3月31日に手塚山学院大、狭山キャンパスが泉が丘、キャンパスに統合とプール学院短大が閉学されることに伴い、手塚山学院大学前は今熊に、桃兄弟、プール短大前は桃山学院教育大学前に変わります。手塚大跡地は介護医療研究施設等で利用されます。続いて、お得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは、奈良交通の聖徳太子ゆかりの里、ワンデイパスです。この切符は、聖徳太子のご恩期が1400年になることに合わせて、ゆかりの地を路線バスで巡れる乗り放題切符です。王子駅を中心に、聖徳太子が創建した法隆寺、聖徳太子が彫っただるま像があるだるま寺、聖徳太子が名付けた市議さんなどへ、
行けます。なお、沿線には聖徳太子霊石という聖徳太子にゆかりのある36が、字のうち14番から21番までのお寺が乗り放題エリア内に存在し、その8つのお寺の御朱印をもらうのに便利です。価格は大人500円です。注意事項として観光目的の切符なので、目的外利用は遠慮してほしいとのことです。登録してくれた？ありがとうね。最後に、Nゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのは、グリーンマックスから3月5日に出荷されました、阪急線系、線編成、神戸線、8両編成セット、動力付き、です。阪急線系は2013年に、急線系に続く新しい系列の車両として製造されました。車内照明や前照灯、行き先表示器などの灯具は、すべて LED が採用されています。8両固定運用として導入されており、自動解決装置は装備されていません。運転台は急旋系と同じワンハンドルタイプですが、前面計器類が平面に配置され少し広くなっています。この商品は19編成あるうちのトップナンバー1000編成がモデルとなっており、角型クーラーファンメッシュ形状を再現されています。通過標識灯は左右独立点灯で、スイッチにより選択ができます。価格は税抜き37,500円です。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマは、映画、です。鉄道関係の話題が尽きております。トークテーマお待ちしております。ということで、鉄道に関係ない、最近見に行った映画2本のうち1本について、話します。来週もトークテーマが見つからなければ、2本目の映画について話します。見に行った映画1つ目は、ゲット、オーバー、ジャムプロジェクト、ザ・ムービーです。3月11日までの2週間限定公開で上映されています。中身はアニソンシンガーユニットジャムプロジェクトが結成20周年を記念したドキュメンタリームービーです。ドキュメンタリーといっても、半分は過去のライブ映像が要所要所に使われているので、すごく盛り上がります。私がジャムプロジェクトを知ったきっかけは組曲、ニコニコ動画、でした。その後、2008年のライブを見に行ってから毎年ライブに行くようになりました。ジャムプロジェクトだけでなく、他のアーティストも一部出演されているので、残り少ないですが、見に行かれてみてはいかがでしょうか。